この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、キモいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬心美、エンドガチスポでようやく勝利をつかんだ東条さとみ。今回の対戦棋士は前作の大ヒットを受けシリーズ2作目として登場する魔法少女マドカマギカ2。そして魚拓の頑張り次第では早乙女ラブちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。2.5 次元系というラブちゃんに魚拓はすっかりメロメロ状態。 まず第一印象ですか、キャンディキャンディ、何それ、キャンディキャンディ、多分そばかすだけかな。なんか雰囲気もそばかすなの、えーかわいい、兄じゃん兄、うん、あ、トゥーモロートゥーモロー、なんだ急に、なんだスポっぽくないぞこれ。大谷、大谷攻めます。なんかいやいやだって、普通にあのライブハウスのもぎりとか。あれもぎりって言わないですか？わかんない。こういうこれでやってこうやって。ロフトにそう。ああ、でも不器用だからできない。不器用なの。ビビリ。はい。ビビリ。ちょっと。持って帰りたい。勝負の方は魚拓が先行し、まあまあなで出し、揃ってくれないと困るぞ。よし、これで ART 覚醒と。で、ナルセはこんなに何も起きないのはちょっと ひどいすな、これはひどいすな。私も汗かく。助っ人の運がない、持ってないね。多分全然感情が違う。今のは全然違う。ああいた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 。クボミ、これはチャンス、大チャンス。長かった長かった、ピタリ賞すごい、おめでとう。外せ外せこれ、やだ。これで変わっていく。京子は割と暑い。戦薬でこの昇格の抽選やってる。改めて聞くと本当に覚悟を、すごい、あーこれはもらったでしょ、これ成功したら ART。 えここからバトル、あーもうもらったもらった、やったよー、ごみーあんなのは一発食らわせて鎖に、クソって言ってた。やったなのが、やっぱりあれなんですかね、女子ってウエスト嫌なんですか、測られる、そこが数字のものだと思うんですけどね、恥ずかしいもんなんですね。本当年齢とウエストと体重って言いたがらないですよね、女子は。よくわかんねえな女って生き物は。本当にあとアボカドばっかり食うじゃん女って。本当に意味わかんねえから。
には来てる。さあここから特化ゾーンへの移行を狙うナルセ、果たして煽りは来てる。あータイトル、あー普通だ。あじゃあサップ、もう一回来い。これここが最後、くたばれって言えば。あーあーゴミやったよ。これで特化ゾーンマッククエスト、私はずっとこれをゴミにやってほしかった。このマスに出てるやつ、ここね、これはベルとレア薬を引けばここに対応したものを獲得ができるけど、ここの使い魔のマスでリプレイを引くと終了の危機。これで上乗せが来て、うまい。ここでリプレイ引いたらやばい、終わっちゃう。あー15点、最低5ゲームです。これ2冠、危なかった。これがすごい乗るときは本当何百何千。スッパンパン